WBC の優勝オッズが発表された件、こちら1位から10位までの発表。ドミニカが1位となっています。そしてプール A、 B、C、D のオッズ、 C のイギリスはとんでもないことになっています。ただドミニカは辞退者続出の報道があるからどうなるか。アメリカ銀行や B 組は日韓が抜けすぎていてハラハラ感は薄いな。アメリカとドミニカで1万ずつ勝てれば勝てるやん。 D がハイレベルだけど拮抗していて面白そうなのは F。 キューバって台湾より上ぐらいやろ。何を期待してるんや。なんでジャパンこんなにオッズ低いん。これじゃ勝てるやつおらんやろ。笑い。ジャックの組ぬるすぎ盛り上がらねえわ。アメリカとドミニカ勝手利益出るの美味しいんじゃね。チェコが前回のイスラエル的なダックホースになってほしいけど、オッズ的に厳しいか。 B 組はちょっと余裕すぎるな。当てて3倍4倍程度とか夢ねな。キューバは6回までにリードできたらジャリエル、モイネロ、ライデルで勝ち方やろ。てかイスラエルは前回韓国を撃破したりで一時を突破したのに低すぎないか。なんで日本だけこんな楽な組なん。グループ分け抽選会いつやったん。忖度や。日本、アメリカ、ドミニカしかほぼ優勝ないし、この3カ国を同額で買えばほぼ確実に賭けた金以上戻ってこないか。ご視聴ありがとうございました。